マネータイムハックのりょうです。今回は知らなきゃやばい資産運用で失敗を引き寄せる行動5選という内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、今回の動画の内容はしっかり押さえておかないと投資の世界からほぼ確実に退場させられます。投資を始める前や投資を始めたばかりの頃はそんなことするわけないでしょうと周りの失敗を冷静に見ていた自分がいつの間にかやっちゃってるというあるあるをまとめていますので、投資初心者の人は深く頭に刻み込んでください。そして投資熟練者の人もついついやりがちなので、改めて脇を固める復習として見てもらえればと思います。というかかなり重要なので、投資をしている人は3ヶ月に一度は見てほしい内容です。それぐらい超重要なことであり、当たり前のことなんだけど実践するのは難しいんです。なのでこの動画を繰り返し見て失敗を引き寄せる行動を取らないようにしておくだけで投資の成功確率がぐっと高まりますので、投資で損したくない、投資でしっかり資産形成したいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。資産運用で失敗を引き寄せる行動その1は一攫千金を狙うことです。こんなことは誰もが分かっているはずなのに、この一攫千金を狙っちゃって失敗する人が後を絶ちません。こんなことするんじゃなかった、あの時もう少し冷静になれれば簡単に避けられたと失敗した後に誰もが思うような簡単なことです。誰でも簡単に楽してはこの世に存在しない、これを認識しておくだけです。他人事として聞いているうちは当たり前のことなんですが、自分のお金が絡むと途端にできなくなってしまいます。いや私は大丈夫と冷静に思えていたとしても、絡むお金が大きくなるとやっぱり途端にできなくなってしまうんですね。なので一攫千金を狙いたいという下心が自分にもあると認識してもらって、一攫千金を狙わないように気をつけ続ける、これしかありません。なので投資の世界で一攫千金を狙わない、この認識をしっかり持っておいてください。いやギャンブルで味わえるようなスリルが好きなんだよという人がいるのもわかりますし、そういうギャンブルをして大当たりして財を成した人もいることはいるのですが、ほんのごく一部の再現性のない低確率な話なので、そういった話に心躍らされないようにしてほしいです。また結構多くの人が買ってしまっている宝くじも一攫千金を狙ったただのギャンブルですね。なので投資とギャンブルはしっかり区別して娯楽としてギャンブルを楽しめるようになってほしいです。もし投資で一攫千金を狙いたい気持ちがどうしても抑えられないのなら、投資自体をやらない方がいいです。それぐらい大事なことなんです。では次、資産運用で失敗を引き寄せる行動2つ目は価格を追い続けるということです。価格を追うって何と思ったかもしれませんが、何も難しくはありません。この価格を追うというのは価格の値動きを追いかけるということです。例えば株価が値上がりをしていたら、それだけたくさんの人が株を買っているということなので、その価格の上昇を追いかけてその株を買うことです。逆に株価などが値下がりをしていたら、それだけたくさんの人が株を売っているということなので、その価格の下落を追いかけてその株を売ることですね。なのでイメージとしては価格が上がっている時にこの価格を追いかけて買ってしまうことですね。逆に下落局面では価格が下がってきてみんなが売ってる時にやばいやばいと思って売ってしまうことですね。これをお金が尽きるまで繰り返し続けちゃうんですね。なのでこの逆ができるかどうかが重要です。株価が上がっているタイミングで利益確定でしっかり売ること、株価が下がっているタイミングでここでチャンスだと思って株を買うこと、これが大事ですね。いやそりゃそうだよねと思いましたよね。そうなんです、誰もが思います。けどそれぐらい簡単なことができない人の方が圧倒的に多いんです。これも一攫千金と同じですが、自分のお金が絡むと途端にできなくなってしまうんです。いや私は大丈夫というのはただの勘違いです。なので価格を追わずに上がり続けている時に売って、下がり続けている時に買う、まさに言うは易し行うは難しですね。なのでこの価格を追わないようにするためには実際の取引を通じてトレーニングをするしかありません。では次、資産運用で失敗を引き寄せる行動その3は、将来を予想することです。いやいや、将来は予想しなきゃダメでしょ。値上がりを予想して買うし、値下がりを予想して売るでしょ。何言ってんのと思った方、すいません。謝ります。おっしゃる通りですね。確かにその通りなんですが、ここに一つの罠があります。予想することは確かに大事なんですが、この予想をするという行為を一歩間違えると、とんでもない大怪我を引き起こして、投資の世界から一発強制退場させられるかもしれないんです。なぜかというと、投資の世界に絶対はないんですね。これは何度も言っていることなので、分かっているという人もいるとは思いますが、それでも何度でも言います。投資の世界は何が起こるかわからないランダムウォークの世界であり、そして予想外のことがよく起こるブラックスワンの世界なんです。何が起こるか誰にもわからないから、確実なものは何もないんだよという前提で予想をすること。このスタンスが重要です。これもただの当たり前の話なんですが、投資を始めたばかりのビギナーズラック。ある程度投資に慣れてきて、勝率が高くなった時、連戦連勝の時、多くの人が自分の予想が正しいと勘違いします。この勘違いをした途端に失敗してしまう。これは本当にあるあるなので、予想すること自体は何の問題もないのですが、自分の予想が絶対とはならずに、自分の予想が当てはまる可能性の方が高いと思うけど、外れる可能性もあるよねというスタンスを崩さずに、自分の予想が外れてしまったとしても大ダメージとならないように、大きくリスクを取りすぎないようにすること、これが重要なんですね。では次に、資産運用で失敗を引き寄せる行動その4は、最高と最安を狙うということです。これはここまでの解説と重なる部分がありますが、先ほど解説した価格を追いかけることなく行動できるようになり、価格が上がってきたこのタイミングで売ろうと思った時に、けどもっと上がるんじゃないかと思ったり、価格が下がってきた時にチャンスだと思って買おうと思った時に、いやもう少し下がってから買おうかなと思ってしまうことですね。これもただの下心です。将来を予想するなと解説したばかりですが、予想して最高値や最安値を狙うことは不可能なんです。予想できると言ったりする人は、確かに実績としての事実はあると思いますが、たまたま結果そうなったというただの偶然です。それでなくても投資の世界は絶対のない純度 100% の不確実な場所なので、そんな最高値や最安値なんてピンポイントな予想はもってのほかなんですね。狙おうとすると機会損失をしてしまいますので、この狙うということは現金なんです。特に短期軸でのトレードなんかにはよく当てはまりますが、自分が予想した範囲を超えてさらなる値上がりを狙ったり、さらなる値下がりを狙うような、自分の期待以上の結果を追い求めないこと、このスタンスがものすごく大事なんですね。では最後の5つ目の行動の解説の前に、ここで2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、もうお金で損したくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つは、お金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では最後、資産運用で失敗を引き寄せる行動その後は、投資をしようとすることです。投資しちゃいけないのと感じたと思いますので、解説をしていくと、ここまで動画を見てくれている人は、一般的な YouTube の視聴者層から言ったらかなり勉強熱心ですよね。自分の時間を使ってお金や投資について学ぼうとしているわけです。なので珍しい視聴者層であることは間違いありませんよね。そんな勉強熱心であり、お金を増やそうと努力する人だからこそ、この投資をしようとすることに注意が必要なんです。もちろん学んで行動を起こして実践をしていくことはものすごく大事です。ものすごく大事ではあるんですが、この学んだり行動をした結果が欲しいので、無理に投資をしようとしてしまいがちなんです。せっかく勉強して分かるようになったから、大きく増やしたいという気持ちが大きくなって、自分の投資できる金額以上の大きなお金で投資をしてしまったり、せっかく勉強したから早く投資をしたいと焦る気持ちが大きくなってしまったり、どこかいい投資先はないかなと自分の時間や知恵を使っているので、その投下したリソースがもったいないと感じて取引しなくちゃと思い込んだり、こういったことが真面目に勉強すればするほどよく起こります。もちろんいい取引ができれば行動が早くて素晴らしいのですが、投資でお金を増やすことが目的であるはずなのに、投資をすること自体が目的にすり替わってしまう。こんなことが起こってしまう可能性があるんですね。こうなってしまうと自分の基準や目線が緩んだりしてしまうので、いい取引ができなくなってしまう可能性も高くなってしまうわけです。なので、投資の学びに時間をかけたからといって、焦りは禁物です。市場には無限の取引機会があるので、投資をしないという判断も必要だということを深く頭に刻み込んでおいてください。この5つの行動を避けてもらえれば、投資で失敗する確率はかなり引き下げることができますので、必ず覚えておいてください。ただ、人は忘れる生き物なので、3ヶ月に一度はこの動画を繰り返し見て、失敗しない資産形成を続けていきましょう。大事な知識やより記憶に定着するようにおさらいしていきます。知らなきゃやばい、資産運用で失敗を引き寄せる行動5選という内容でやってきました。失敗を引き寄せる行動その1は、一攫千金を狙うことです。一攫千金を狙う人はカジノに行ってください。行動その2は、価格を追いかけることです。みんなが買っていて上がっている時に買って、みんなが売っていて下がっている時に売るのはやめましょう。行動3つ目は、将来を予想することです。投資の世界は予想が外れる世界なんです。行動その4は、最高と最安を狙うことです。予想も外れる世界なので、ピンポイントを狙うことは厳禁です。行動その5は、投資をしようとすることです。学びや行動に時間をかけたからといって、無理に投資をするのは NG です。この5つの失敗を引き寄せる行動が避けられれば、投資での失敗はかなり抑えられますが、忘れずに実践し続けることはかなり難しいので、この動画を3ヶ月に一度は繰り返し見て、失敗しない投資を続けていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。